はい、じゃあタカさんお疲れ様です。47分の動画ね、すごかったですね。倍速でやってもね、20分以上かかりまして、3倍速とか5倍速はないもんかなと思いますけどもね。私の場合ね、どんな動画を見てもね、10倍速じゃないとね、なんかもうもったいないなと思うわけなんですけども、まあけどね、この YouTube っていう機能で倍速があるっていうのはかなり助けられますね。10倍速はなくても2倍速でも十分話は理解できますんで、はい、というところでね、今回おまけでもう一個動画を撮らせてもらいたいと思うんですけども、これはね、速稼塾の中の課題でもあるんですよね。これはね、結婚前の方にいつも問いかけることなんですよ。これ男女ともに回答率がむちゃくちゃいいんですよ。で、回答の結果は本当にシンプルです。で、それを引き合いに出すわけではないんですけども、今回ね、同じ問いかけをタカさんにもしてみようかと思います。ちょっと抜粋して文章を持ってくることができなかったんで、私が覚えてる限りその設問についてね、ここでお話しさせてもらいますけども、それはですね、結婚観についてですけども、なんで結婚するんでしょうかってことなんですよ、ね、でもちろん、まあ好意を持ってるからっていうのは感情の面はあると思うんですよ。その感情の面をスポッと抜いた状態で、今度ね、感情じゃなくって冷静な理屈の面でね、どうしてなのかってことを分けると、これがね、驚いたことにね、男女ともすっぱりと逆の方向を向いてるんですよ。どういうことかっていうと、女性は生活が豊かになって自分の暮らしが豊かになるっていうふうに打算するから結婚を決めるんですよね。自分の暮らしがもっと悪くなると思う相手は選ばないんですよ。これ女性の方で否定できる人いないと思うんですよ、ね、少しでも良くなると思うわけですよ。その上でこの人は好きなのかな、どうなのかなっていう好感が組み合わさるわけなんですよ。でも中にはね、今よりも生活が楽になるから大して好きでもないけども結婚しようかなって思える女性がいるのもすごくね、男性としては悲しいことであり、プラス付け入る隙があるってことなんですよ。つまりは女性の気持ちをゲットできなくても、まあ大富豪になっちゃうと、それはそれでね、その暮らしを目当てに寄ってくる女性がいるってことなんですよ、はい、ちょっと話を戻しますけども、女性はこの人と一緒になると少しでも自分は楽ができると思うから結婚を決めるっていうふうな理屈はあるんですよね。感情の面は抜きにしてですよ。で、男性はどうなのかっていうと、感情の面をこれも抜きにしますけども、どれぐらいだったら我慢できるかな、この人の暮らしを支えるにはっていうふうに自分の力量と計算するからできるんですよ。あ、こいつはとてもじゃないけどやっていられないなと思ったら100年の恋も冷めるわけなんですよ。だから恋人であることはできるけども、結婚ともなると二の足を踏むのは、いや、こいつの面倒見てらんねえやと思うわけですよね。でもそこを補うだけの女性の力量があればやっていけるわけなんですね、これはね。だからどこまで負担に耐えれるかっていうことが男性の結婚を決める要因じゃないですか。もちろん感情の面はあるんですよ。感情がそういった理屈を上回ることがありますけども、それは将来的に破綻につながるんですよ。なぜなら感情は冷めるからです、ね、そして男性から見ると素敵な女性は次から次へと現れるんですよ。それも19、20、21とかね、若くして20歳前後になってくる女性はもう後を絶たないわけですよ。で、なんか出会い系サイトっていうのも発達してきて、これいくらでも向こうから飛び込んできますからね。私はアフィリエイトやってる関係で、その出会い系サイトとかパパ活アプリとかっていうのの、エントリーっていうのは結構あるんですよ。パパ活アプリは最近のことなんで、私の、実はね、アカウントはないんですけども、なぜか私のアカウントあるんですよ。気がついたら。やめろと思いますけどね。だから出会い系サイトの業者っていうのはそのぐらいしたたかで、この人は当たりがあるなっていうアカウントを勝手にね、使うんですよ。しかも私が35ぐらいの写真とか載せてるわけですね。これ笑いますよね。でも報酬が入ってきてるみたいなんで、そのまま放置しておこうかなと思いますけども。でもね、一昨日もあるんですよ。気になったんでメールしましたみたいなのが、出会い系サイトの管理者を通じて来てるわけなんですよ。で、私は当然反応しないんですけども、わー、すげえなと思いますよね。だからそういうことを考えていくと、ちょっと話脱線しましたけども、結婚の動機そのものが男性と女性は違うわけなんですよね、だから男性はどこまで耐えれるかなっていうのと、女性はどこまで楽ができるかなって、これが合致するわけですから、まあある意味うまくいくんですよねどんどん面倒くさいこと植えるかもだよっていうふうな男性と、面倒くさいことお願いしますって女性が合致すれば、まあまあうまくいくでしょう。でも男性がそれをバカバカしいと感じた瞬間が来たら、そこで終わりになるわけですよね。だからその一つが稼ぐことを邪魔されるってことですよね。しかも楽しくて稼いでるわけじゃないんですよ、男性は。趣味の延長での仕事じゃないですからね。もうそれこそね、ゴミの清掃業者やろうが、もう詐欺行為を働こうが、金を持って帰らないといけないっていう
家族を守るため、愛する人を守るために好きなことを放置して好きでもないことをやり続けて男性っていうのは仕事をする面があるんですよね。だからあのノイローゼになって飛び降りたりする男性が多いのはもうその通りなんですよ。だから家族がいなければもしかしたら死なずに済んだ命っていうのも男性にはあるんですよね。私はまあ経営者なんで、あの経営者仲間の死っていうのには結構立ち会ってきましたよね。人にはいちいち言わないですけども、家族に保険金を残して失踪とかね、死亡とかね、家族はそれで良しとしたんだろうかとか、この人が命のギリギリまで渡り歩いてきたことをなんで理解できたのだったのかなとかね、それで旦那が死んで悲しいとか言って、いやお前が殺したんだろうと思うんですよ。シンプルにお前がそこまでなんで一緒にいて気づけなかったのか、もしくはあの気づいていないんだけども放置していたのか、当たり前のように月末には自分の家計には入金があって、その入金っていうのはこの旦那の命を消耗してきたものだっていうことに、なんでこう死ぬまで気づかないのかなってことですよ。いや死んでも気づかないかもしれないですよね、うん、そういう意味で言うと男性の平均年齢がなんで低いかなんですよ。男性が早く死ぬのは自死が多いですよね。だからね、その自死っていうのは家族に殺されたと言ってもいいぐらいなんですよ、うん、これもだからね、そのすごく怖いことなんですけども、現象を見てると本当シンプルにそうなんですよね。まあだったらやっぱこう家計を支えるってものは稼いで支える部分もあると思いますけども、稼がないことで支えるっていうね、消費活動をコントロールしてくれるプロフェッショナルである人がバックヤードにいると、外に思いっきりね自分のそれこそ楽しいと思える仕事を探す余裕も出てくるのは、あの男性側にもあるんじゃないかなと思いますよね。この男性が稼いで女性が稼ぎを支えるって構図は多分変えない方が多分いいんでしょうね、きっと。そこに男女同権とかっていうのをこう湾曲してですね、女性の社会進出とかみたいなのがあったりとか、それこそパフォーマンスが十分出る女性が出てくるのはいいんですけども、どうもね偏ってるっていうか、女性が働くときってその女性の性を売り物にして女性がこうねそれをこう切り売りしてるところが出てくるのかなと思って、そうじゃなくてあの男性社会の中で男性に勝てるような勝負をする女性っていうのはなかなか現れないっていうところがあるんで、結構怖いことなんですけどね、この辺もね怖いことなんですけども、それが見えてる以上はあの隠しておくことはできないですから、でほとんどの人は見えてないです。見えてないし、見えたとしても見えてるものを見ないんですよ。これ賢くなっていくと、この不都合な真実だけでも受け止める力量があるから、そこを克服するような道も開けるんですけどね。ということでおまけの動画以上でございます。どうですかね、この結婚観について。高さん何の考えがあったら、ぜひね奥さんにも聞いてもらいたいと思います。なんで結婚したのか、生活が豊かになるって踏んだからでしょってことなんですよ。こんな言い方したら多分怒るかもしれませんけども、心の中で抱えている問題、結婚したら楽になるかもしれないと思うからなんですよ。結婚して苦労しそうだけども全然 OK って言うんだったら、多分タカさんが家事をしなくても全く問題ないと思うはずなんですよ、ね、でも稼がした上に自分のやるべきことも旦那に負担させて、で目の前でなんか作業してるから、ああ安心、働きなんか一生懸命働いてるお父さんねって思うのは全然違って、じゃあ同じだけの月収を生に一度でも稼いでみろっていうふうな、あのこういったことは突きつけられないと思いますけども、抱えてらっしゃるんじゃないですかっていうところでございますはい、じゃあまたね、タカさんの本音が聞けるシークレット動画もお待ちしてますんででもちゃんと奥さんとも話した方がいいですよ。あの奥さんが話の分かる方だったらね、多分あの本当に愛する感情があればタカさんの嫌な言葉もちゃんとね受け取ってくれると思いますし、いいことしか受け取りたくありませんっていう人とは早く切れた方がいいでしょうね。あの人間はいいことばかりでできてるわけではないですから、むしろ悪いことを克服するために格闘しているという、そこには現実がありますので、ね、ということでございます。人からお金をいただくね、難しいですよね。簡単になるまでにはその困難な道が数々用意されておりますけどね。まあでも高さん大したもんですよ、この YouTube で稼げてるものっていうのは。なんか上から目線ですいませんけども、本当になんかこう私のこの動画対談についてこれるっていうのもすごいですし、あの私も逆にね、高さんのこの YouTube の熱にね、もうお返しできるものがもっともっとあるだろうかと、引き出しまくる毎日でございます。時にはこのブレインバスタープログラムを引用してまでもね、これ80万もするコースだったんですけどもここに出していくってことは、私も相当高さんにね気になっているってことじゃないですか。お疲れ様です。